はい、皆さん、こんにちは。ポケモンスタンド第7世代の、Wi-Fi 大会のバトルビデオ解説動画をやっていきます。最近は、公式大会の JCS2017、ジャパンチャンピオンシップス2017の、僕が参加した記録、バトルビデオの解説動画のシリーズを終わった後に、その後に全国ダブルをやってたんですね。全国ダブルの対戦実況動画を2本か3本ぐらい上げたかな。で、全国ダブルに、移行しつつあったんですけど、最近開催された Wi-Fi 大会、この2017インターナショナルチャレンジメイ、5月の国際 Wi-Fi 大会ですかね、これに参加してきたんで、これの大会の記録というか、バトルビデオの解説をやっていこうと思います。で、あとそうですね、全国ダブルの方なんですが、ずっと、このグローパンチメガガルーラですね、グロパンメガガルーラを使ってたんですけど、グロパンメガガルーラ使うには、サポート要員が必要だってことを話してて、視聴者さんから、この指要員として怒りの粉モロバレルとこの指トマレトリティスかな2体をおすすめされたんですけど、モロバレルは、怒りの粉は強いけど、粉系の技が草タイプに効かなかったり、あとカプレヒレが比較的多い環境、カプレヒレカプコテクが多い環境だからキノコの方針による催眠があんま効かないかなと思って、置き物になりやすい耐久ポケモンな感じがするし、そもそもモロバレルってポケモンがすごい使いこなすのが苦手なポケモンなので、昔から。なので、モロバレルはちょっと難しいかなってところでトリキースを採用しようかなと今考えてます。トリキース最初は性格穏やかな耐久ベースで考えてたんですけど、そんなになんか強いような感じがしなくて、机上論でいろいろ考えてたんですけど、なので控えめトリキースで、アタッカーベースの控えめトリキースで、この指止まりを採用したり、採用したりいろいろ考えてます。そんな方を。トリキースの負荷、育成、努力値振り、技構成、考え、その辺、終わったら全国ダブルでトリキースを採用して対戦していくかと思います。それは次回以降の動画になると思います。で、あともう一つですね、これ、今回、インターナショナルチャレンジメインの、対戦3試合をバトルビデオ解説するんですけど、動画の最後に、大会の告知をさせていただきます。ポケモンサーモンでは仲間大会という機能があって、公式ポケモングラブルリンクで。なんて言えばいいかな、身内だけの限定大会みたいなのが比較的簡単に開催できて、それの大会として、GS ルールの仲間大会、ユリーカップっていうのがあるんですけど、知り合いの実況者さんが主催している大会で、GS ルールのユリーカップっていう大会があって、GS ルールっていうのは、伝説解禁のダブルバトルですね。グラードンだったり、カイオガだったり、レックーザだったり、ゼルネアスだったり、イベルタルだったり、その辺の伝説ポケモンが使える64ダブルバトルかな、選出64ダブルバトルの大会が、6月4日の日曜日の夜にあるんですけど、詳細はブログ記事に書いてるんで、その URL とかを、コメント欄とか動画概要欄に貼っておこうかなと思うんで、GS ルールの大会、日曜日の夜に開催されるやつに興味がある方はそちらを見てください。また動画の最後に言います。で、前置きが長くなりましたが、バトルビデオの解説を始めていきたいと思います。この大会最初の対戦がダレンさんとの対戦です。自分のレートは最初なのでレート1500、相手がレート1580だったようです。国名までちょっとメモできてないんだけど、相手の選出がトゲデマル、ギャラドス、カプコケコ、テッカグヤ、出てこなかったみたいが、ウィンディとガブリアス。比較的ミラー気味というか、カプコケコ、テッカグヤ、ギャラドス、間違えた、すいません。カプコテコ、テッカグやガウリアス、ウィンディがかぶってるパーティーやったんかな。対戦見ていきましょう。2017ルールは、全国ダブルしばらくでちょびっと離れてたんですけど、大会あるし、これあと、この大会の参加特典として、メガストーンがまたあったので、限定のメガストーンが。といっても、後々解禁されると思うんですけど、メガストーンの解禁があったので、それのために参加したっていうのもあります。特性の発動順でギャラドスの方が僕のウィンディより早いことが分かると。で、僕のウィンディは、いわゆる物理型の鉢巻きウィンディとかと違って、ワイルドボルトを覚えてないので、っていうのもあるし、そもそもトリデマルが対面してるからな。ウィンディが居座る理由はないので、一旦引っ込めてトリックルームを張ったんじゃないかな。これ相手多分ね、ポリゴン2に猫騙しするのは定石かなと思ったんですけど、ウィンディ方向に来たんで、と思ったら、ギャラドスは挑発持ってる。トリックルームが不発ですね。盤面は悪くはないけど、トリックルームが張れなくなったからちょっと上を取りにくいかなって感じ。次考えるのは、鉄火笛が火炎放射を取り出までに使い、宿り木をジャラスに使う。挑発打ってくるかどうかの卓なんですよね、ジャラスが。鉄火笛に。ピリピリチクチクは、威力はそんな高くないけど、ひるみが 30% 発生する技。竜の舞積んでくると。ウィンディーが2回威嚇入れてて、竜の舞1回なんで、まあ、正味まだ1回攻撃力下がってる状態ですね。これまあ燃えたのはラッキーですね。火炎放射の火傷追加効果は1割発生するので、まあピリピリチクチクのひるみよりも確率低いんで、まあ物理技を覚えてるトゲデマルに火傷が入ったのはおいしいし、スリップダメージ期待できるのもおいしい。相手はトゲデマル引っ込めてカップコチェコに。鉄火貝ちょい動きにくくなりましたね。というかかなり動きにくいですね。エレキフィールドの電気技はさすがに受けられないので。ウィンディはジャラスと対面してもやることがないので仕事が。ポリゴン2に変えてトリックルーム貼る展開を伺います。まあ水 Z が飛んできますけど、まあ弱点疲れない限りはこれは落ちないので、まあポリゴン2にの方向に来ようが、鉄火笛の方向に来ようがまあ大丈夫かなって感じ。まあ急所は怖いですけど。結果的にはポリゴン2方向でした。威嚇入れたんですけど、さすがに絶技なんで、まあまあダメージ入りますね。ギャラーズに宿り木を植え付けて、まあ、居座りづらくします。まあ、ギャラーズが強引に座ってくるかどうかは相手の、まあ、考え次第かな。ここ、鉄火矢が動かすかどうかなんで、鉄火矢を動かすかどうかなんですけど、定石いたら鉄火矢は当然守るかもしくは交代するところなんですけど、読まれやすいからそれは、鉄火矢強引に動かしてもいいかなとか思ったりしたけど、まあ慎重な立ち回り心がけて、ガブレスチェンジ。ここどうしたかな？トリックルーム貼ろうとしてくるトリックルームに対して挑発用に霊ビとかだったかな。で、そう、ここ結果的にマジカルシャイン飛んでくるんですよね。マジかよって感じですけど。まあただ弾10万ボルト受からないから、鉄火や。まあ相手としては強気の読みしても、まあ良かった場面っちゃ良かった場面だなとも思う。僕の方がちょっと不利なタクシーマラれた感じはある。トリデマルと。相手は両交代ですね。ちょっとこれ予想外だったかな。ポリゴン2は挑発食らってて変化技が使えないのでちょっと置物状態になってたからウィンギに変えました。もし相手がジャラウスとカップコテコを居座って殴ってきても、ガブリアスが集中攻撃耐えられるようにって感じで意識してたと思います。まあ、岩灘で打ったのはジャラウスがいたからですね。結果的に交代されましたけど。で、この対面は圧倒的にこっちが有利なんですけど、まあ、ガブリアスは岩灘で連打かな。相手鉄火を引っ込めてギャラドス。まあガブリアスに岩などで入る、ああ威嚇が入るけど、まあそんなに問題ではないこの場面で。ここトゲデマルがニードルガードする理由ないと思うんですよね正直。どっちみち居座ったらやけどで死ぬから。だから殴ってこればよかったのになぁと対戦相手目線ながら思いました。あと意識しているのは、エレキフィールドの持続ターンですね。エレキフィールドが消えてしまえば、鉄火笛は比較的カップコティコの電気技を耐えやすくなる感じです。で、相手のカップコティコの持ち物は命の玉であることが判明している。ガブリアス死んでもいいからって感じですよ。なんかな、これ。まあ、相手強気なんですよね。10万ボルトでこっちはプレッシャーかけられてるから、鉄火笛動かせないんですけど。結果的に見るとウィンディーチェンジでも良かったかなとも思うシーンではある。エレキフィールドが消えたんで、まあ、カップコテコの電気技そんなに脅威ではなくなります。エレキフィールド状態だと、電気技の威力は1.5 倍に上がるんですよね、設置してるポケモンが使う電気技は。ボリューム2に変えた理由なんだっけな。一応命の玉10万ボルトと立ち上り集中が怖かったのかな。人魚多分熱風打ってますね。きっちり両方に当てる。物理型のウインディだったらフレアドライブがメインウェポンだから外さないんですけど、特殊ウインディだと燃え尽きるとか使わない限りはハノゼットとか外しのリスクがあるから、そこはちょっと怖いところであります。まあ、あと地味に相手の的確やがワイドガードを覚えてるとちょっとまずいかったりはするんですけど、まあまあまあって感じ。ギャラスを繰り出しタイミングで倒したので、まあかなり楽になりましたね。多分これトリックルーム打ってるんじゃない？違いました。こうどうしたかな、次。エレキフィールドになるんですよね。エレキフィールド状態でウィンディンの残りヒットポイントが110何歩かなんで、10万ボルト食らったら死にそうですよね。でもウィンディが死ぬと鉄火がちょっと重たくなる。その辺の駆け引きですね。ウィンディ守りながらトリックでも打ったんかな、ここ。確か。違いました。相手のカプコティカを守る理由なかったと思うんだよね。なんで守ったんだろうと思います。そして僕なんでウィンディ守りながらトリックルームじゃないんだろう。ウィンディ動かすのディスキーだよね、ここ。まあ最悪カプコティカさえ倒してしまえば、鉄火芸とポリゴン2いれば相手の鉄火芸に負けることないと思ってたんかな。こういう結構ガチでやる対戦は本当にメモ取りながらすごい集中してやるんで、まあ、あんまり今見返すとなんでこの行動を取ったのか分かんないシーンとかあったりするんだけど、まあ勝ちですね。こっちで落ちたんで外した。カップコティコに対してカップコティコじゃないや、鉄火軍に対して何が一番打点があるかっていうと、もちろんエレキフィールド状態の電気技もあるし、炎技もあるし、ウィンディとかの。ただ比較的鉄火軍は耐久値が高いポケモンで、耐久に努力値振られることも多いから、あんまり一発で倒しにくいポケモンで、特に僕のパーティーは耐久寄りのパーティーなんで、倒すのにちょっと苦労します。まあ当然ここは相手守ってくることが予想されたんで、その隙に再生します。僕のウィンディは半回復の機能に、万事の実だったかな、持ってるんで、まあ負けることはないんですけど、まあ相手が粘ってくるんで完封なきまでに倒す感じでやりますね。宿り木を植え付けられてるポケモンが居座ってると相手にどんどん体力回復されちゃうんで引っ込めます。一旦宿り切ったかな、ここですね。まああとはこの技中心に相手を殴っていく感じで。これトリックルーム状態で僕の鉄火芸が相手の鉄火芸に先制したんで、相手の鉄火芸まあまあ S 振ってる感じなんかなとか、僕の鉄火芸はもう20ぐらいスバス振ってたんだけど、このルールの鉄火芸でそんなに S 振ってる鉄火芸いないと思うんで、ちょっと珍しいなと思いましたね。外れる。だいたい4割5割ぐらいのダメージですね。熱風シングルダメージ。まあ、正確身長の HD ベース鉄火芸なんでしょう、相手は。こんだけ削ったんで、もう冷火と熱風で落ちるかなと思ってなぞったから、多分相手が降参して試合終了ですね。1戦目がこれ、2戦目が誠司さんですね。自分のレートがさっき買ってレート1519、相手がレート1500だったんで、まあ初戦って感じ。長崎県の方でしたね、日本の。選出がペリッパー、カップレヒデ、カミツルギ、カップテテフ。僕の相手の選出に出てこなかった2体が、ガラガラと、これなんだこれ、メモが。アローラの姿、ベトベトンかな。カップ、すいません。アローラの姿、ガラガラと、アローラの姿、ベトベトンが相手選出しなかった2体で、僕の選出はこの4体という感じですね。ペリッパー、ハメフラシペリッパーっていうと普通はゴルダックと組んでるんですけど、相手のパーティーにはゴルダックいないっていうのが、まあ、目についたところかな。雨状態のカプレヒレの楽で痛いんだろうなっていうのと、あと、ガラガラが比較的苦手意識があるからちょっと怖いなって思ってたかな。フィールド特性、威嚇、あと天候特性あるんで、スーパーサーの順番も極めますけど、相手ペリッパー遅いんですよね。臆病最速ペリッパーとかでもなくて、特性の発動順が僕のウィンディの威嚇、相手のペリッパーの雨降らしで、カップレヒエのミストフィールドだから、まあ、ウィンディが一番速いことは分かったんで、バークアウトを上から打てることは確認できました。雨状態で炎タイプのポケモンが水タイプのポケモンに対して居座るのはまあ危険なんですけど、引き先がいなかったんで強引に居座ってると思います。これはもちろん引き先がいたら受けるんだけどね。トリトドンでもいいし、きっちり当てられるダメージ量で持ち物判断しますけど、雨状態でこんな剣しか入らなかったんで、まあこだわりメガネでないことを確定します。雨状態だったらね、もっと半分以上削られるんで、雨状態じゃないや、こだわりメガネだったら雨状態でそもそも 1.5 倍ブーストかかってるんで、で追い風使われたからちょっとウィンディーが居座りづらいんで、守るか交代してるんじゃないかな。相手ここでテテフ変えるのはちょっとリスキーじゃねえのとか思ったけど、ヘビーボンバー飛んでくる可能性もあるところからね、当然。ただ僕何を選んでんだろう、ほぼ。なんでやられたんだろうな、ここ。レヒレ方向にヘビーボンが落ちてたらもうかなり有利だったよね。あんまりよろしくない行動してんな。で、ここ一応、怖いなと思ったのがカプテテフの雷 Z なんだけど、まあ雷 Z は飛んでこなかった。けど、めっちゃ削られてハイドロポンパ当たったら死ぬんじゃないかなってところですね。結果が言えば。比較的ここ救われてるんで勝ちたいなって思ってるところですけど、ただ雨状態で雷必中で雷で鉄火壁が大きく削られたんで、ちょっと居座りづらいっすねってところ。トリックルーム張るかどうか迷った場面ではあるけど、なんでかというと、ウィンディーが相手のポケモンたちより速いからですね。トリックルーム張ることが本当に有利になるのかどうか怪しかったところではある。で、レヒレがまた出てくると。レヒレに対しては状態上技が入りません。なぜならミストフィールドが張られてるから。ここの状態でね。設置してるポケモン以外には状態異常が入る。飛行タイプのペリッパにはまあ毒毒入るんですけど、この毒毒打ったのも今思うとなんでかなっていうところで、レイビーの方が良かったんじゃないかとか思います。自然の怒りは怒りの前歯とかも同じように残り1ポイント半分に削る技ですね。相手のペリッパにはバークアウトを1回当てて、特攻が1段階下がってるんで、まあ耐えてるんだけど、鉄壁は守ったのもまああんまり意味なかったよねって感じ。ここまでの立ち回りはまあ比較的、まあ結果論ではとりあえず有利にはなってますよね。相手のポケモンの方が少ないし。で、トリックルーム状態だから僕の鉄火壁とポリゴン数が相手に先制できる状態。悪くはないところだよね、このまだ。だからここでダメージがいて、吸収に当たる。しかも命中率下がる。両方下がる。もうこれ、命中率ダウンの発生確率は 10% だったと思うんで、両方に命中率ダウン引かれるのは 1% ですね、確率的には。雨状態が今終わったのかな。まあ、水タイプの技のブースト 1.5 がなくなりましたよと。ここまで見てもやっぱり勝てそうだよね。テリッパーはもう毒のダメージで次か綱継ぎぐらいに死にそうなところで引っ込めると。神剣。トリガンと自己再生。ここ次のターン、トリックルームは終わってないか。まだ先制できるんだよね。ウィンギに変える。このウィンディーチェンジあんま良くないよね。なんでウィンディーに変えたんだろう。トリクルメ状態だから上から殴れるから、まあ命中率ダウンが痛いところではあるけど、ここをウィンディーに変えたのにちょっとわからんな、今思っても。疲れてて判断を誤ってしか思えない。しかもまた命中率下がる。そしてバンジの実が発動しない。シナの次は痛い。で、トリックルーム終わると。ああ、そうか。結局、濁流の目つぶしが痛すぎるのはあるけど、ウィンディー繰り出し意味わかんないな、やっぱり。でっかくより座って火炎放射なりヘビーボンバーで殴った方が絶対良かったよね。自分から負け筋作ってるな、これ。立ち回りが全然いかん。これバークアウト外してるんですけど、その前の伏線として、そもそも濁流で命中率下がってるんで、やばいんですよね。また命中率下がる。これな、4回連続やってるよね。10% を4回やってるから、何これ。0.01% 引いてる確率的に。やばいね。ずっと命中率下げられてる。これどうしたかな。神剣たすきかなーってところと、雨状態だからガブリエスの炎技で神剣は一発で倒しに行くこともできない。そして僕のガブリエス地面 Z でもないから一撃で倒す動きもできない。カプレヒデをウィンディーをうまく温存して上からバークアウトを打つ展開作れればよかったのになのかな。自分から巻き筋作って挽回されてるよね、これ。神剣の草ゼットはまあギリギリ耐えてるんだけど、返しの自信打ったところでダメージが多分足りてないんだよね。しかも持ち物は半回復の機能にかな、これ。青ボンでした。ジャパンカップのバトル、ジャパンカップっていうか、JCS のバトルビデオ解説動画でもあったけど、圧倒的に自分有利な盤面作っといて、そこからまくられるというか、そこから逆転されるって本当に、まあ自分自身情けない感じもするし、途中まで有利に運んでって圧倒的に有利な盤面作って、ほぼこっち勝ちやろって多分見てる人は思うと思うんですけど、そこから逆転されるっていうね。まあ濁流で命中率ダウン引きすぎだろっていう不運はあるんですけど、立ち回りさえ気をつけてれば全然勝てる試合だったとやっぱり思うよね。まあ、ただ、まあ、不利状況になってるのは自分でもこの辺で多分気づいてるけど、対戦してる当時。なんとか勝ち筋なんかあるかなって考えたら、まあ、ここから守ってしのいでアメターンを乗り切ってヘビーボーンまで倒すみたいな感じ。ダメージレース的にきついから多分アメターンをしのいで宿りを植えて、あと守って勝つみたいな風に考えてたかな。ちょっとやばい感じになってますけど、このターン濁流だったら死ぬと思ってるんで2連魔までチャレンジしますけど失敗すると、まあ確率論的な話すると相手の濁流命中率ダウンも引きすぎだろっていうか、それの確率がやばいんで自分に運が味方してもいいかなとか思ったけど負けですね。これほんと悲しいよね。まあ絶対的に立ち回りがやばかったってのあるんですよ、こっちの。そもそも相手のポケモンがあんまり S 振ってないおかげでバーカードを上から打てるっていう幸運もあったし、トリクルームがうまく決まって上から殴れる展開も作れたし、なんだけど、トリクルームターンの動きがなんかな、下手だったな。まあ、命中率ダウンをこっちが引いてるから、命中率ダウンしたポケモンをあんまり場に居座らせたくないっていう背景というか、そういう心理はあったと思うんですけど、それでも立ち回りが下手だったから、有利状況からまくられて負けたみたいな感じですね。まあ、こういう負け方悲しいですよね。で、3つ目ですね。さっきの対戦待ちでレートが1502になって KZ33 との対戦。レート1587、日本、三重県の方でした。選出されているのがウィンディ、カップコケコ、ガラガラ、アロラの姿ガラガラで、テッカグヤ。出てこなかった2体がミミッキュとアロラの姿キューコーンですね。対戦見ていきましょう。相手のファッションこれいいね。自分も真似してみようかな、この服。こういう女の子はリアルにいたら可愛いなと多分思います。で、対戦の方ですが、ウィンディカップコテコ。JCS の動画でも見てた人は覚えてると思うんですけど、この対面、カップコテコの電池ジェットとウィンディの鉢巻きが怖いなとか思うんだけど、ウィンディの持ち物なんだろうなって考えてますね。特性の発動順で、まあ相手のウィンディが僕のウィンディで速い。で、持ち物風船だってわかるんで、これはポリゴン2がトリックでも安全に貼れそうだなって思います。ウィンディー守りながらトリックルームハルタクとガブリアス交代しながらトリックルームハルタクがあったけど、まあこっちにしたか。相手守る。まあ結果的に放電だったんで、まあこの行動でよかったかな。まひることもなく、トリックルームに成功。巻き込み自身打ってもいいんだけど、どっちか守りながらでっかくチェンジも相手のコードあり得るから、多分岩投げで打ってるかな。まあ案の定でっかく出てくる。僕のガブリアスは S 振ってないので、多分トリックルーム下では相手のウィンディより速いということで、岩投げひるみ狙いつつ打ちます。大体5割強ですね。黄色ゲージになったんで。ウィンディがひるむと。まあ、あと気になるのはウィンディの方ですね。風船持ってるから、まあ、なんだろうね。特殊物理もまだわからないし、まあ、鬼火持ってたらちょっとめんどくさいかなと思います。鉄火具と対面したんで、鉄火具に対して有効打点がある。ウィンディを繰り出します。相手のウィンディは守りで時間稼ぎ。まあ、これは読めたので、炎の際を鉄火具方向に打ってると思う。炎の牙のね、技の威力が高ければもうちょっとダメージ入るんだけどなって。氷の牙、雷の牙、炎の牙、全部確か威力65なので、あんまり威力がないんですよね。しかもタイプ不一致技だから、ダメージがそんなに入らない。せっかく次のターン守るかなと思ったんで、ウィンディまた引っ込めて、ポリゴン2に変えてるですね。さっきの岩なれのウィンディに対してのダメージから、まあ、岩なで落ちてくれればいいやと思ってるんですけど、どのぐらいダメージ入るか。こういう時に関しては地面 Z あった方が楽だなと思います。ギリギリ耐えられちゃう。そして鬼火が当たる。って感じ。まあ、さっきひるんだんで追い込みみたいなところはありますね。まあ、しゃあない。トリックルームターンはまだ続いてまして、ガブリアスが居座るかどうかなんだけど、まあ居座ってもそんなにテックオイに打点もないし、ウィンティに変えたんじゃないかな。ポリゴン2は多分交代先にも刺さる冷凍ビームをウィンディー方向に打ってると思います。まあウィンディー守ってくる可能性もありますけど、まあ、そしたら素直に通った。ここの外しはラッキーですね。次何が出てくるかというところですけど、トリックルームが消えたんで、もう一回トリックルーム張りたいかなってところでガラガラが来る。ちょっとめんどくさいことなんですね。骨ブーメランも怖いし、フレールドライブも怖いし。僕のポリゴン2を再地調整してるんで、まあガラガラより遅いんかな。うん。まあ鉄壁方向に交代用にフレアドライブ詰められる方がきつかったので、まあよしとします。僕のポリゴン2はシャドウボールとか目覚めるパージメントとかガラガラに対しての打点を持ってないので、ドクドク入れます。で、次のターン、鉄壁 SR かどうかとか、ガラガラがフレアドライブ打ってくる可能性も十二分にあるんですけど、手掛け方向に素直にね。まあ、ただこっちの方が残りのポケモン数的にも有利だから、多分強気の読みをしたんじゃないかな。ちょっと覚えてないですよ、あんまり。やっぱ強気に動かしてますね。もしガラガラがフレアドライブ打ってきても反動ダメージがかなり痛いんで、あれなんだろうな。ここで大問にした。鉄火影の炎タイプの技っていうと、まあ、火炎放射か、まあ、物理型ニトロチャージかって感じなんで、大文字を採用してる鉄火影はすげえ珍しいなと思いました。ここどうしたかなと。まあ、相手は、ガラガラを裏から出すと、カップポテコを電気技で打ちにくいよねってとこですけど、まあ、放電も採用されてるし、何やってくるのかなとか。ガラガラ出してきたんで、まあ、放電しか打てないかな。相手は。電気技が痛いからガブリアスチェンジか。まあまあ痛いマジカルシャイン。で、相手がここでガラガラと並べてる時点で電気技が非常に打ちにくいはずなんですよね。放電は威力低いから。まあ、少なくとも10万ボルトはないシーン、ほぼないシーンなので、ウィンディークレイヤーして威嚇入れつつ言わなかったかな。外す。痛いなぁ。半減タイプがこのタイプなんで、フレアドラを半減で受けてるんだけど、まあガラガラが火力高いから痛いですね。で、残りのターンで考えてることは、ウィンディーを残さないと鉄火影は重くなるから、ウィンディーを残して倒すことを意識してる感じですね、多分。相手はガラガラを引っ込めて鉄火影は。うん、ギャン守る。まあ、10万ボルト食らうと死ぬかなって思ってますね。まあ、残りのポケモン数が減った状況で、読み合いというか、駆け引きというか、そういうのが激しくなっているところです。10万ボルト食らいたくないんで、ガブリアスで受けます。相手の鉄壁は守る。こっちの鉄壁は守る。相手は放電。こっちは守りつつガブリアス出したんで、ノーダメージ。で、次のターンはガブリアスが自信を打ったんかな？自信と鉄壁はヘビーボンバーかな？ちゃんと覚えてないんで、あれなんですけど。ギリギリやけどダメージを耐えてます。エレキフィールドが消えたんで、まあ、10万ボルトもまあ耐えられるでしょっていう感じ。そしたらトンボ狩りっていう、その技覚えてんのって感じですよね。シングルだったらまあいるでしょって思うけど、ダブルバトルでトンボ狩り、カップかけてマジでいたのかよっていう、驚きでございます。宿地打ってましたね。とりあえずカプコテコがまだ厄介なのか。ガラガラをほっといても毒で死ぬ。ウィンディはまだバンジの実、体力半回復の機能に発動してないんで、まあダメージ多少蓄積食らっても大丈夫なんだけど、ただガラガラの骨ブーメランはあんまり受けたくないかなって感じですね。弱点疲れる技。とりあえず威嚇入れて攻撃力を下げます。出を守るでしのぐこともできるけど、裏からカプコテコ出されるときついとか、その辺考えてるかな。ネップ打ったかな、それともウィンディ守ったかな、どうしたかな。でも強引に攻めるべき場面だと思ってネップ打ってるかも。骨ブーメラン一発当たって2発目受ける前に多分バンジの実が発動するんで、動かしてもいいかなと思ったような気もしたけど、守ってましたね。で、次のターン相手をカプコチが居座ると絶対レイビで死ぬんで、それはないかなと思ってたんだけど、カプコチが普通に座ってきた。まあいい感じにウィンディのバンジの実が発動するんで、ただ両麻痺引くと痺れが怖い。麻痺の痺れは 25% で発生します。でバンジの実体力回復。ここちゃんと動いてメップを当てたのは偉い子ですね。いつもウィンディをダメな犬だと批判したりしますけど、僕はしっかり してます。威嚇が入ってるんで、まあフレドラも耐えてレビーかなですね。あとは鉄火串を倒せば勝ちなんで、まあよっぽどじゃない限りバンクられることはないんですけど、まあ立ち回り慎重にって感じですね。相手も一応宿りを持ってるんで、ポリゴン2がヘビーボンバーで死にいかない体力だったんで、一旦鉄火に引き込みます。相手としてはポリゴン2をヘビーボンバーで倒せば、ビーストブースト発動で特防も上がるんで、まあ、ウィンディの熱風とか耐えやすくなるんじゃねとか思って多分、こういう選択してるんだと思います。これただダメージの入り方的に、テックゲー性格何なんだろう相手。熱風ってこんなダメージ入ったってみたいな。割と火力に割いてるテックゲーなのかなと思う。こんなに熱風って入ったっけ ?6 割ぐらい削れてんだよね。ウィンディがちゃんと麻痺バグを起こさず熱風を当てるかどうかがポイントかなとか思ってたら、火炎放射でこれ急所で落ちたのか。まあそんな感じですね。でまあインターナショナルチャレンジメイン3試合して、まあこれで終了ですね。時間あったらもうちょっとやりたかったんだけど、これ週末の大会で、5月26日金曜日から始まった大会で、週末が時間なくて、対戦できなかったんでこんなんなんですけど、まあ、Wi-Fi 大会もね、楽しいんでね、また時間があるときはがっつり対戦するやり込みたいなと思ってます。で、まあ最初に言ったように全国ダブルの方で、一応トゲキ質育成予定です。性格穏やかと控えめを考えてたんだけど、まあ控えめとトゲキ質を使いそうな予感です。この指止まりを使おうかなと今のところ考えてますが、トリキスが場にいるだけで相手にこの指止まりをちらつかせることができるんで、そのタクをね、単純にアタッカーのトリキスを使ってみるかもしれません。で、まあ、もう一回仲間大会の告知ですね。GS ルールの仲間大会、ユリーカップっていうのがありまして、知り合いの実況者さんが、ユリーさんが開催される大会なんですけど、伝説回帰の64ダブルバトル、グラードン海洋がレックーザー、まあ、ギラティナとか、なんだっけまあいろんな伝説ポケモン、ミュウツーとかもかな、使える、そういう64ダブルバトルが、今度の日曜日、6月4日日曜日の夜にありますんで、まあ、詳しくはブログ記事の URL を貼っておきますんで、そちらでご参加ください。僕も参加予定なんで、ぜひ対戦しましょう。では、今回の動画、ちょっとね、40分ぐらいで長くなっちゃいましたが、ここで終わろうと思います。まあ、いつものようにね、Wi-Fi 大会の対戦のメモはこのノートにとっていろいろ喋ってるんですけど、ガチでやる対戦とかオフ会とか僕かなりとかまあまあメモを取るんですけど、まあそれがこういう動画の役に立っております。ここで終わろうと思います。また次回お願いします。Thank you for watching my video. See you next time. Bye bye. また次回の動画や YouTube ライブ、Twitch 生放送などでお会いしましょう。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。